はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況的な何かをしていこうと思うんですけど、いつもとスタートが違うことに疑問を抱く方もいるかもしれませんけど、あのですね、録画が失敗したそうです。というわけで、かいつまんで流れを説明しますね。とりあえず、あ、そっか、あ、これね、ババーン、女の子たんでって楽しむシャドウブラスというわけで、いつものやつなんですけど、とりあえず生成解禁したということで、で、秘術ウィッチーズさんですね、大苦戦を強いられている秘術ウィッチーズさんを強化するにあたり、生成もしていこうかなということで、ただその生成をするにあたって、もうレッドエーテルがそこをつき始めたので、もう分解していこうかなってことで、尊き生贄がですね、4名の方が旅立たれましたね。はい。旅立たれたのは、アークなんとかっていう、おじいさんと、アレティなんとかっていう、英雄さんと、おでんさんっていう、とある、まあ、北というか北の方の神様ですね。2人ほど旅に出まして、その方々の、力を得まして、私、あ、まあその力を得る前に編成は作れたんだけど、まあ、とりあえず編成の魔術3枚作成しまして、そしてこちらですね、最強のカードと言っても過言ではないハーサインの禁珠、こちらを3枚作成しました。締めて、4000ジャストか24と、あ、違う、3000か、3000ですね。うん、3000使いましたね。あ、嘘ついた。ののちゃんあった。ののちゃん作ったんで、3800ですね。レジェンドが1枚作れるぐらいやりましたね。レジェンド4枚を生贄に捧げて、まあまあ、そんな話はええねん。ということで、あ、でも言うてまだ全部使い切ってないからね。うん。そうなんですよ。はいはい。というわけですよ。まだ920残ってるからね。というわけでですね、はい、そこまで行きまして、今ね、一生懸命、何を抜こうかなって考えていたところでございます。で、とりあえず、除去も増えたんで、死の舞踏とかを減らしまして、で、なんだっけ。まあ、とりあえず、除去アルケミスト抜いて、あと、ルーンガーディアの枚数を減らし、あと、日の輝きを減らすか、シャドウババアを減らすか、あと、そうだ、魔女の雷撃も一枚減らしたんだけど、うん。ね、どこにしようかなってところなんですよね。ただ、ゴールデンプロテクション逆に3積みしたいぐらいの気持ちがちょっとあるんでね。ガーディアンをね、ガーディアンゴールデンを出すカードが結構増えたんでね、ちょっとね、奮発したい気持ちがあるんですよ。ここはまあ、冷静に考えたらシャドウウィッチを減らすのが正解なんだけど、いいか、ここにするか。はい、というわけで完成しました。でね、さっき録画失敗したから、このまま続きで行きたくないのだけれども、また説明するのが嫌だけどね、嫌だからっていうのもあるんだけど、まだ3分でしょ？行くか。ダメだったらしゃあないっていうこと。じゃあ、とりあえず1戦だけにしよう。2戦取ると、あれだからね。で、ここを勝ったらね、あ、そう、あとそうそう、デッキをね、一回きれいにしたんだ。あ、てか、むしろ分解しちゃったせいで、足りてねえよって怒られちゃったデッキが何個かあったんで、まあ、そのついでにね、ズバーンって結構デッキをきれいにしました。残ってるのがもう今、女の子団でこの使ってるここの一角と、あと、もうネクロの、スライとウィニーだけ残ってますね。そんな感じです。まあ、あと、まあ、生成に余力が出てきたら、ウィッチは、超越型も作ろうかなと考えてますけどね。はい。で、ここで勝つと、ウィニーに上がれるのかな？そう、てか、だいぶ、なんかもう、ずっと困難やってっからさ、そろそろ上げていかないとね。てか、マスターランク目指すとかのレベルじゃねえぞ、これ、みたいな。まだ A ランクすら行ってないんだけど。A の次 A やんのもね。12トラ、我が元に集い、愛する竜たちよ。今、お前たちを解き放つ、あらゆる生物の正体に君臨せし、絶対なる竜の姿を見せてやれ。女の子っぽくなくなっちゃいました、左遷。まあ、いいか、12トラってそんな、あれだよね。キャピキャピしてる感じじゃないでしょ。おっと、ドラグーンさんか。手加減なしよ。高校だと進化圏が多いぜなんてね。錬金工房か。もうレミラミちゃんが進化できるから、ここは違うカードが欲しいかな。まあいいでしょう。並べていこうじゃない。むしろクズ鉄とか結構ロイヤルにね、対して序盤からしっかり守れるいいカードだと私は思います。よろしくね。
ね、ほらほら、もう止まるんじゃない？あ、ごめん、なんでもない。いや、一点は食らうから、この後、この後、うん。うおぉ、何やねん、今。でも、間がないんですけど、間がないって、重いよ、重いよ。相手がマジか、秘術が高い、超越じゃねえのかよ。でも、まあ、まあ、突破されないからね。優秀。さて、ここのアクションですが、あ、ルーキーちゃんか。ぶっ壊して、あ、でもそれありかもね。ぶっ壊したい。実験って楽しいよね。で、次のターン、実験開始と、ガーディアンの連成だね。はい。まあ、2点食らうのは覚悟しましょうよ。仲間ってのはいいもんだ。いいもんか。そっか。お呼びですかい？まあ、それはしゃあないということで。はいはい、まあそう来るだろうね。それは織り込み済みよ。で、ガーディアンを出していきの。で、しっかりここで、あー、これ綺麗だね。こういうデッキ好きよ。これでよし。あー、そっかそっか。あー、そっかそっか、そうですね。うん。まあここは倒していきますね。打点もあるからね。さあ、ここですね。ガーディアンゴーレムが一発で処理されなければ優秀ということで、あーなるほど。いやでもそれでも2体道連れできたら強くない？いや上等でしょ、全然上等でしょ。これは全然優秀よ、優秀優秀。いやこれは結構強気でいけるな。次レミラミちゃん進化でしょ、美しいじゃないか。あんまりいじめないでね。これは相性的に結構いいんじゃない？これで決めるわ。相手が特にちっちゃければ破砕で一気に持っていけるし、私とレミを傷つけるやつ神様だって許さしない。おしゃ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 、次やるじゃねえか。で、次のアクションがないんだよな。なんか軽いの引いてレミラミちゃん進化が熱いんだけどな。あ、素敵ですわ。まあそれはしゃあないな。ガーディアンゴレもやられてしまうけど、ここ、あーなるほど。さあ、で進化はしてまで潰しに来るかどうかだな。ライフかな、ライフだよね。これ2コスやっけ。あーごめん。そうか、ないんじゃない、戻したけど。おーい、どんな引きやねん。実験って楽しいよね。破砕ってさ、お互い相手だ、すげえ。火災だわ、近所だわ、まさに。まあ、失踪持ちをバウンスするってなかなかギャグみたいなプレイングかもしれないけど、ドローしたかったのよ。単純にね。うん、頑張ります。構いまへん。もう次、破砕打つからいいよ。もっとちっちゃいの並べて。いいよ。いいよ、いいよ。まあ、よくそういったら絶対殴ってくるんだろうけどな。ああ、5点入れに来る。これで決めます。まあ、しゃあないな。ああ、でもでかくなっちゃったのか。破砕できねえな、それは。あら、破砕を読んでるプレイングだな、これやな。ああ、エロい、エロい。ああ、そこも危険だか。でもね、レミラミちゃん出した方が強いんだ。あんまりいじめないでね。覚悟はいいかしら。あたしとレミを傷つけるやつ。